東京オリンピック最初の試合となるソフトボールの日本対オーストラリアが福島県営東球場で行われ日本が8対1で勝ちました日本はエースの上野由紀子投手が先発初回に1点を失いましたがその後は5回途中までに7つの三振を奪う好投を見せました攻撃では3本のホームランなどでオーストラリアを圧倒 メダル獲得に向け、幸先よく1勝目を挙げました。ソフトボールはまず出場6チームによる総当たり戦の1次リーグが行われ上位2チームが決勝に進出します。